アローハ、ハワイのタミーです。今回はタミーがカリフォルニアを旅した時に泊まったカーメルバレーランチというホテルを紹介します。カリフォルニア滞在中に娘と親子を2人で旅した時にこちらのホテルに2泊しました。ホテルのロゴになっている大きな木とブランコ、タミー子供に戻って楽しんじゃいました。ホテルの敷地はめっちゃくちゃ広いの。プールにゴルフ場、ラベンダー畑もあります。そしてこんなに素敵なブドウ畑もあります。テラス席から素晴らしい景色が見られちゃうの。ここで日向ぼっこする時間は最高よ。こちらのぶどう畑のワインを堪能することもできます。こちらのぶどうの品種はピノノワール、とっても美味しい赤ワインになります。では客室を紹介しましょう。客室は全室スイートなんです。広いリビング&ダイニング、テーブルに椅子、座り心地のいいカウチ、テレビ、そして電気ポットにお茶やコーヒーも用意されていました。おしゃれなペットボトルも用意されていて、敷地内のいろいろなところにミネラルウォーターの機械があるので無料でお水をいただくことができます。バスルームには大きなジェットバス、ラベンダー畑で採れたバスソルトを浮かべてお風呂に入って本当に気持ちよかったです。シャワーブースもありますよ。ベッドルームは天井が高くてちょっと山小屋風な雰囲気です。暖炉があるのでポカポカと暖かいぬくもりでとってもよく眠れました。ラナイからは雲一つない青空。そう、ハワイの空はね、白い雲があるんだけど、カリフォルニアの空は雲のない真っ青なブルーなのよね。夕食はホテルのレストランでいただきました。こちらはローズマリーやハーブが入ったパンとバターです。まずはフレッシュなコーンをたっぷり使った濃厚コーンスープ。続いてアペタイザーはアサリのワイン蒸し。アサリがとっても大きかったの。続いていただいたのはきのこたっぷりのリゾット。そしてメインディッシュは新鮮とれたての白身魚のソテーです。デザートにはキャラメルソースのパイをいただきました。翌日の朝食はルームサービスをオーダーしてお部屋でいただきました。娘はフレッシュ野菜とクリームチーズ、サーモンのサーモンベーグルをオーダーしました。そしてタミーはイングリッシュマフィン、スクランブルエッグにアップルソーセージ、そしてジャーマンポテト、みんな美味しかったです。温かい食事を部屋まで届けてくれるルームサービスのおかげで楽しい一日がスタートできました。次回はこちらのホテルのアクティビティで鷹匠体験をした素晴らしい様子を紹介します。では今日もアローハな一日を。 Have a good day。チャンネル登録よろしくお願いします。
幸せになれる島川愛の本も絶賛発売中。 Kindle ブックもあります。